皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回は、存在と時間における、自然科学ということで、前回、道具的存在者っていうことを話したと思うんですけども、道具的存在者のあり方っていうのは、その自分とのその関連において、語られる存在者なんですけども、ハイデガーによれば、自然科学的な知識に基づく世界観っていうのが、私たちの中にあるわけですけども、それよりも以前に現存在を中心とした存在問題を考えていると。なので、自然科学的な知識っていうものの前に、道具の世界があると。で、ハイデガーの師匠のフッサールっていう人は、ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学っていう本の中で、科学的認識に先立つ、生活世界について論じているんですけども、まず生活世界があって、その上でその原子論とか、量子論に見られるような、その科学的な世界観があるんだっていうような考え方をしてるんで、ですけども、これはよって立つのが現象学っていう同じ学問なので、そういった似通った問題意識っていうのが出てくるんですけども、ちょっとハイデガーとは意味合いが違ってるっていうところに、注意しておく必要があるかなと思います。どうもありがとうございました。